乾杯。ここも一面雪ですね。寒いけど冬は好きです。静かだし、なんだか急に平和で、ようやく少し慣れてきたような気がします。町の人たちはみんな今回の騒ぎを見つめ直して、町のために生かそうと努力を始めたみたいですね。なんでも昔のお祭りを復興する企画なんかが検討されてるみたいです。町おこしということらしいですが、みんな無意識につながりを求めているんじゃないのかな。でも時が経てば全ては薄れてしまう。重大事件を扱うといつもある問題にぶつかるんです。辛いことを忘れていけるから、人は涙を拭いて立ち上がれる。けれど、忘れるから、人は繰り返してしまう。慣れてゆけることは強さなのに、慣れるから、人は間違える。でも、あなたと出会って、その疑問に、僕なりの答えが見つかった気がします。きっと、心から大切なもの、守りたい誰かが見つかればいいんじゃないかな。大切な誰かがいれば、忘れても慣れてもその人のためにより良い未来を目指していける。もちろん僕にも大切な人たちがいます。だから僕はできることは何でもやっていこうと思ってます。その人たちのためにも、僕だけじゃない、皆さんも僕の力になってくれる。生かされてるんですね、僕は。そんな風に思ったことは一度もなかった。教えてくれたのは他でもない、あなたと、そして大好きな仲間たちです。ありがとう、本当に。心に芽生えた新しい力、まだまだ変わっていけるってことなのかな。これからもいろいろなことに気づいていくんでしょう。それさえできればいつだって変われる。僕だけじゃない、きっとあなたも。恋は怖いですね。いつだって知らない自分を引き出してくる。だけどあなたはどんな僕でも受け止めてくれる。僕が
自分をごまかしてさえいなければ、僕はそんなあなたに好きでいてもらえる自分でありたいです。すみません、びっくりして。あの自分で言ったことが急に恥ずかしいな。好きです、僕もずっと。おお、先生。ごめんね、急に。今日ちょっと帰りづらくて。ね、実は今日は私お客さんの日なの。旅館でね、従業員が交代でお客さんになる日、前からたまにやってたんだけど、私も参加することにしたの。うちが本当に満足できる旅館なのか、お客さんの気持ちになって体験したいと思って、私からお願いしたんだ。そうかな。なんだか恥ずかしいな。この前も一回お客さん役やったんだけど、もうそわそわしちゃって。だってお母さんや顔見知りのみんなが「いらっしゃいませ」なんて言うのよ。だからもう少し外にいようかなって自分から言い出したのにね。私旅館のみんなに言ったんだ、女将にならないで町を出て行きたかったって。それがみんなへの私のけじめだと思ったの。そうしたらね、みんな笑って知ってましたよ、だって。私つくづく小さいなって思った。優しい人たちに囲まれてるのに全然わからずに、一人で悩み背負ってる気になって、自分を騙して小さなきっかけに目を背けて、遠い場所へ行く努力ばっかり積み重ねてた。でもあなたや知恵や仲間って言える親友がたくさんできて、私気づけたの。一歩一歩の積み重ねで、いつか遠くへたどり着くなら、一歩一歩小さく逃げてるうちに、いつか途方もない場所へ迷い込む。見えないふりを重ねてると、いつか本当に見えなくなっちゃうんじゃないかって。ちゃんと目を開けると景色は広いね。もし一人だったらすごく怖いと思う。でも私には大切な優しい人たちがいるから、今度は私がそういう人たちを支えられる人間になりたいって、そう思うの。
るんだ。あなたやみんなと一緒ならこれから先も私間違わずに歩いていけると思う。だからこれからもよろしくね。大丈夫だった？用なかった？前に話したよね。私に一番のファンがいること。いつも手紙くれてた、いじめられてた女の子。その子がね、ファン辞めるって友達ができたんだって。その友達が他の子のファンらしくて、リセチーファンなら友達辞めるって言われたみたい。だから本当はずっと応援してるけど、もう手紙とかは出さないって。先輩のこと？先輩はやっぱり優しい。難しいよね、先輩。人と人の関係って。彼女と私、それだけなら相思相愛って言ってもいいじゃない。彼女の顔は知らないけど、綺麗な心は知ってる。頑張り屋さんなところも。でももう一人人が入ると急にこんがらがって、4人5人ってなるともう大混乱だよね。誰のせいでもない、悪意があるわけじゃない。なのに傷つけ合って悩んで迷い出す。たまに疲れちゃう。でもだからこそ頑張ろうって思うんだ。だって私はアイドルだから。アイドルっていうのは風の吹かないショーケースの中のお人形じゃない。どっちに引っ張られても痩せ我慢して自分の旗を支えて立つ人のことだと思う。あの子からの手紙がもう届かなくても、私が画面に出てればきっと見てくれる。私は彼女の力になれる。たくさんの人の力になれるんだ。うまくいかないことがいっぱいあっても、悩んで流されて迷っても、私は負けない。私が大事な人たちの笑顔を守んなきゃ。それが先輩たちと出会って私が得た決意だよ。大事な人たちが。先輩、私ね、辛いこと
寂しいことも全部全部踏み出す力に変えていけるって思ったら、私まだ始まったばかりなんだよ。それにね、先輩もみんなもこれから変わっていくんだよ。テレビからいつでも私の笑顔を届けるから、先輩も笑顔でいて。先輩には私たちだから、春になって離れちゃっても寂しくてもきっと大丈夫。おお、先生、押しかけちまってすんません。二人で話したかったっつうか、先輩に聞きたいことがあるっつうか。なんだその、あー、プレゼント何が、あー、プレゼントをしたいんす。何が喜ぶかわかんねえから、先輩に聞きてと思って。お、女にあげるんすけど。告白だ？だ誰にだよ。そのお袋にあげてえなと。そういうのが一番困んすよ。絶対ダメなもんとかあるはずっしょ。頼んます。俺全然わかんねえからよ。どうしてもお袋喜ばしてんだ。実はお袋入院したんす。つっても検査だけで、もう退院したし全然平気だったんすけど、でも検査つらかったっぽくって、なんつうか頑張ったでしょうみてえなのをやりてえなと。からかうなっつうの。見舞い行ったんす。あの病院にお袋がいるとこなんて見んのも辛かったけど、その時お袋が俺見て言ったんすよ。あんたは変わったって。あんたはやっぱりお父さんと私の自慢の息子だって。笑っちまうよな。頭悪いしすげえ迷惑かけてるこの俺が自慢とかよ。言ったらお袋の方が自慢じゃないっすか。こんな俺を育てて文句の一つも言わねえで体こき使って、誰からも褒められねえのによ。だから俺がたまにはお祝いぐらいしたって罰は当たんねえと思うんす。目から水出てきやがったぜ。
お袋の言う通り変わったんす。変われたんすよ。先輩らに会って、俺先輩らに会うまでは変な目で見られんのが嫌で、あれてごまかして胸張れてなかったっす。俺が俺の自慢じゃなかったけど、先輩らに会って気づいたんす。多分どんな俺でもいいんすよ。それでてめえが胸張れんなら、お袋もきっと自慢っつってくれる。俺はお袋や先輩らにだって誇りに思ってもらえる男になりてえ。だからまた道見失っててめえごまかさねえように生涯かけててめえ自身と喧嘩してくつもりだぜ。今の俺なんすね。でもってこれからどんな風にも変わっていけんすよね。俺はてめえのためじゃなく人のために戦いて、死ぬ時は勝つかどうかより背中にかばったもんを守って死にて、そういう男でいて、いつかあんたのことも守れるようなそんな男でいてんだ。そういうとこが先輩の器のでかさっすよね。先は長えな。じゃプレゼント作るとしようぜ。お袋へのプレゼントっすよ。先輩の分も手芸道具あるんでバッチリっす。寒いんで寝る毛糸で中に湯たんぽ入る。俺と先輩が力を合わせたら、お袋先輩の話をすげえ楽しそうに聞いてるんで絶対喜ぶと思うんす。やっぱよかったっす。先輩に聞いていい案っすよね。Snow
やっぱ私にはこっちのが合ってんのかな。最近慣れないことして肩凝ってたんだよね。いや、いい、結構。こないだユキコに揉んでもらったら、くすぐったくて悶絶死したの。実は、笑わない？勉強とかしてんだよね。勉強がね、ちょっと楽しいって思ったんだ。ちょっとだけ。私ね、足立さんの事件でね、思った。この人が特殊なんだろうかって。私も一歩違えば同じだったんじゃないかな。きっとみんなも、どんな小さなことも、私は無関係な立場なんかじゃないって怖くなった。それでね、世界史の授業の時にふっと思ったんだ。この歴史が全部私に繋がってるんだって。そこに生きてた人と事件と文化と、そういうのが今に繋がってて私に繋がってる。どこか知らない外国の昔のことじゃなくて、そこで笑って泣いて死んでったたくさんの人たちがいるんだって思った。数学もね、物理も意味わかんなかったけど、私の周りのことをもっと知らせてくれるものなんだよね。そう思ったら勉強やりたいって思って、でもやっぱ意味わかんなくて投げ出して、でもまた戻っての繰り返し。やっぱ不甲斐ないよね。ありがとう。私さ、この1年で考え方変わったこといろいろあるけど、一番はこの街が好きになったってことかも。別に嫌いじゃなかったけど、特別じゃなかった。でもここはみんながいる。ユキコも花村も君も仲間も家族も、信じられる人がいたから私はあの事件を乗り越えられたんだ。またわけわかんないことが出てきたって、私はみんながいれば大丈夫。みんなを信じて、自分を信じれば、いつだって道は見える。そう思うよ。私の力、これでもっと守れるのかな。大好きな大事な人たちのこと、大好きな君のことも。ダメ、私が守るの。だって私の方が好きだもん。とか何言わせんの。もうバカ。
向かい風のローラースケートは辛いです。はい、しかし冬の海っちゅうのもおつなものかな。みんなで来たのも楽しかったけど、こうして先生と二人きりのドキドキ体験、こりゃウィンターシーの醍醐味くまね。先生、こっちこっち、波打ち際で青春を追いかけっか。ほら、捕まえてくまんなさい。先生、海ってどうしてこんなに広いクマ？地球、知ってる。全部があるところ、ずっとつながってるところ。海、キラキラしてる。クマね、何にも知らなかった。先生たちに会うまで楽しいことも泣いちゃいそうな気持ちも、海がこんなに綺麗なことも何にも知らなかったし、知りたいと思ったこともなかった。クマ、クマの胸の中にいっぱいいっぱい詰まってる。先生たちと会って芽生えたいろんな気持ち、それがきっとクマの命だと思うんだ。いろんな気持ちがクマを動かすから。クマはまだわかんないことばっかりだし、これからどうしたらいいかもわかんないけど、でもこの命で頑張るって決めたクマ。怖くても一歩踏み出したらこんなにキラキラの世界があったから。だから先生も、先生もうすぐいなくなっちゃうからちゃんと言っとこうと思ったの。でも言ったら本当に先生いなくなっちゃうみたいで、うわー。何回ホームランバー食べたらの話、クマ我慢するから。でもね、クマ大丈夫。寂しいけどこの気持ちもクマの命だから。クマは先生にべっとり頼らないって決めた。クマ、今度はクマが先生の命になれるように。クマ一人立ちの巻。
お待た、行きましょう。悪くないですね。帰ってき、お前と二人で話すの何気に久々かもな。ここんとこ売り場が結構忙しくってさ、相変わらず相談係みてえのもやってるし。お前には迷惑かけたよな、ジュネスのゴタゴタでさ。あん時はなんでこんな目に遭うんだってイライラしっぱなしだったな。店長の息子ってだけでこき使われて、その上いろんな奴が自分の都合を押し付けてきてさ、誰も人のことなんか考えてねえって思ったけどさ、今はちょっと違って、やっぱ俺一周回って人に頼られんの好きだわ。そういう自分を浅ましいとかも思ったけどさ、単純に頼られんの悪くねって思うし、人のための方が頑張れるしさ。ななこちゃんがさらわれた時、俺意外と頼れる感じじゃなかった？いや、まあともあれさ、あん時は結構頑張ったわけですよ。もちろんななこちゃんを助けたいとか事件解決したいとかそういうのも強かったけど、お前が辛いと思ったから。生ためを落とすとかって時さ、俺見えてなかったわけじゃん。憎いとかこいつが悪いとかでいっぱいで考えるのをやめてたんだよな。ジュネスのもさ、同じじゃねえかって思うんだ。みんな自分の都合や保身ばっかだけど、知らねえようでぶった切っちゃ何も見えない。それじゃあ大事なことを見逃すし、自分に胸を張れない、頑張ったって言えない。俺は頑張ってたいな、大事な人に喜んでもらいたいから。新しい、俺さ、この一年で感謝したいこといっぱいあるけど、やっぱ一番はお前と出会えたことかもしんねえ。お前が道間違った時にはさ、今度は俺がぶん殴りに行ってやるよ。たとえどんなに地の果ての真っ暗な場所までだってな。それが相棒ってもんだろ。
おかしいだろそれ。お前が道間違った前提の話してんですけど。つかお前のパンチ重いんだよ。あれ食らうぐらいなら俺は二度と道間違えねえ。